今回は平成時代の2回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。前回は羽田勉内閣まで勉強しました。今回はその続き、村山富市内閣からですね。ではいきます。47年ぶりにある政党の党首ですね、この政党の党首のことを特に委員長というんですけども、その委員長が主犯ですね、内閣総理大臣になりました。ではこの政党名何というか、答えは日本社会党ですね。ではここでちょっと復習です。47年ぶりに日本社会党の党首が内閣総理大臣になりました。じゃあ47年前は誰だったのか、ちょっと復習しましょうか。はい、復習。はい、OK。そうですね、答えは片山哲でしたね。ですから日本社会党といえば片山哲と村山富市、この2人を押さえておいてください。では次ですね、同じくこの村山内閣の時に大震災ありますね、地震が起きました。ではこれを何というか、答えは阪神淡路大震災と言います。では次ですね、橋本龍太郎内閣になります。この橋本龍太郎内閣と小渕恵三内閣、森喜朗内閣、小泉純一郎内閣は全て自由民主党になりますね。この日本社会党はこの村山富市のみです。ではこの橋本内閣いきましょうか。ある税が上がりました。じゃあどんな税か、答えは消費税ですね。消費税が 5% になりました。消費税を決めたのは竹下登内閣でしたね。最初は 3% でした。それから 5% になりました。で次の小渕森内閣は特に内容はありません。では一番下ですね、小泉純一郎内閣になります。でここですけども、ある宣言が出されます。でこの宣言は北朝鮮との間に出されました。内容はこちらですね、日朝国交正常化交渉ですね、キム・ジョンイルと会談とあります。日本はこの北朝鮮、正式名は朝鮮民主主義人民共和国ですけども、この国とはまだ正式な国交がありませんですね。第二次世界大戦が終わってからもこの国交が正常化してないんですよね。じゃあその正常化に向けて交渉を始めましょうよっていう宣言がされました。ではこの宣言を何というか、答えは日朝平壌宣言と言います。では最後ですね、ここです。ある法律が成立しました。この内容は何かというと、国が今まで運営していたですね、ことを民間に任せようということが決められました。ではそれは何か、答えは郵政民営化法ですね。今回はここまでです。ありがとうございました。